型コロナウイルスによる肺炎のため亡くなった志村けんさん、享年70、が最後に愛した女性がいた。期待のコメディアンだった志村さんのもう一つの顔といえば、無類の女好きであることだ。これまでも優香、39、や磯山さやか、36、引退した元タレントの小林恵美さん、37、らが、お気に入り、とされてきたが、最後に本気でハマっていたのは行きつけのガールズバーに勤める元グラビアアイドルの N さん。彼女のために落とした金額は億に上るとも、店側も、志村シフト、を敷いて対応していたという。ダウンタウンの松本人志、56、はいつか、フジテレビ系、ワイドナショー、で志村さんを、喜劇王、と称した。とにかく毎日一回は志村さんのことを考えますね。僕らの世代は特に、喜劇がすごく得意な若者が急に出てきて、喜劇王になるまでをずっと見てきた世代ですから。なんかちょっとね、たまんないんですけど、お笑い怪獣、明石家さんま、64、も4日放送の MBS ラジオ、ヤングタウン土曜日、で、志村さんをお笑い界の、横綱、自身を、小結び、と形容し、横綱たち、ドリフターズ、がいるから、俺らが小結びでちょろちょろできた。志村さんが亡くなられるなんて残念で仕方ない、と言ったんだ。まさにレジェンドだった。そんな志村さんのもう一つの顔といえば、超、のつく女好きであることだ。生涯独身を貫いたが、これまで数々の女性と浮き名を流してきた。ちゃんと交際していた石野陽子、52、はさておき、優香や磯山、小林さん、三広、37、最近では足立梨花、27、が、志村ガールズ、と呼ばれていた。志村さんは彼女たちを気に入り、自身のレギュラー番組や舞台に積極的に起用していた。恋愛関係などではなく、シンプルに、お気に入り。恒例の舞台興行、志村コンに同行した際には、みんなが寝静まった後に志村さんから個別に、部屋で飲み直そうよ、と電話がかかってくるそうです。今となってはいい思い出ですね。芸能プロ関係者、松本も番組で志村さんの女性エピソードについて、俺も、バカ殿、に一回出演して、その時は本番以外はずーっと渡辺美奈代を横に置いて、膝をずーっと触ってました、と暴露。期せずして渡辺美奈代、50、が流れ弾を受けることになった。そんな志村さんが最後にドハマりしたのは、庭、である東京、麻布のガールズバーに勤める N さんだったという。事情を知る関係者の話、5から6年前ですかね。志村さんは N ちゃんに熱を上げ、毎晩のように通い詰めていました。その店は外からも中の様子が見える作りだったのですが、志村さんがあまりの頻度で来るため、マスコミに取られてはまずいと、ある時からカーテンがつくようになりました。笑い。人はそれを、志村カーテン、と呼んでいます。ただし、店の前には志村さんの愛車、ロールスロイスファントム、がドーンと止められていたため、バレバレだったというが。店にとっては志村さんは不渡客中の不渡客。来店の際には全従業員がしんしんと頭を下げてお出迎えし、帰りの際はオーナー直々に見送る、志村シフト、を敷いていたという。聞けば、N さんは素人ではなく、元グラビアアイドル。別のグラドルと一緒にユニットを組んで活躍したが、数年前に芸能界を引退している。その後流れ着いたのがガールズバー。
志村さんは彼女が元芸能人とは知らなかったようです。セクシー系が好みの志村さんにとって N ちゃんはドンピシャ。グラドル出身だけあって胸が大きく、仕草も色っぽい。明るい性格も良かったようです。どう？ちなみに N さんに落とした総額はというと、凄すぎて見当もつきません。数千万、いや、それ以上かも、どう？という。志村さんは交際中の女性にはクレジットカードを渡して好きに使わせ、別れの際には数千万円の手切れ金を渡すという。ストイックに笑いを追求する反面、女遊びは豪快に。志村さんのような人はもう現れないだろう。